皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は転生したらスライムだった件の2期の8話でございます。前回ではかなり絶望的なエピソードで、今回のエピソードですね、希望みたいな名前になっているので、おそらくよし Kill all the humans っていう風にはなるんじゃなくて、きっとなんだろうな、異なるようなことが起こるんちゃうかなと思うんですけどね。リムルさんたちは一体どうするのだろうか。まあ、とりまえ見ていきましょうか。Let's go! スタート。魔王クレイマンはマリオネットマスターの二つ名の通り。マリオネットマスター。マリオネットって言ったら人形ですね。私に与えられた任務はテンペストの内定でした。用務を利用しこの町に潜入したのです。そして指示に従い大魔法アンチマジックエリアを発動しました。大魔法だから結構いいやつだ。私の心臓はクレイマンの秘術マリオネットハートによって奪われました。ああ彼に従う他に生きる道はありませんでした。まあ殺されるもんな。なるほど、文字通り生殺与奪の権利を握られてるってことか。それでクレイマンがうちにちょっかいを出す理由は何だ。彼はこのように話していました。これから面白くなる。予想外の展開になりましたが大戦争が起きますよ。大戦争が望みだったんだね。最初は魔王ミリムとカリオンのことだと思っていましたが、テンペストとファルムス王国の間で戦争を起こさせること、これを意味していたようです。みたいやな。でもこれ戦争になるほかないよね。厄介なやつだな。見たところ彼女はウィザード、アンチマジックエリアでは普通の人間と変わらない。捨て駒にされたか。旦那、ミューランを許してやってくれ。まあまあまあ二人ともかい。まあそれは間違いないけど。牢獄の中でなとかそういうわけじゃないんか。自由に生かすんだ。ひとまず報告は以上か。はい、牢獄に入れてもいいんやけどね。案内してくれ。何をしてもおかしくないじゃん。まあ視聴者には怒られそうな発言なんだけど、客観的に考えてクレイマンって、あでも今魔法が入んないから命令って今来ないのかな。もしクレイマンから追加命令とかは来ないのであれば別に自由にしてもいいかもしれないんだけど、いつにでもクレイマンからオーダーが来たらやるかもしれないじゃん。だったらとりあえず取り押さえるっていうのはおそらく大人的な判断なんじゃないかな。まあ他のアニメやったらやってるよね。どのアニメなのかは言わないけど、今期でかなりまあ話題になってることなんじゃないかな。まあ取り押さえるでしょう。何するか分かんないし。誰かの涙の？青臭い衝動？さあ、希望やな。これは、あ、シュナ、無事なんだな。あ、ゴブタ。わわわわわ、空間魔法だるいな。心配めされるな。わしもこの不祥の弟子もこれぐらいでくたばるほど嫌ではありませんぞ。心配なんてしてねえよ。どれ、ちょっと傷を見せてみろ。大賢者、空間属性の影響を確認しました。グラトニーにて影響を捕食しますか。
もちろんイエスだ。食べるの？お、これならポーション作れるんだね。さすがはリムル様。大賢者だね。すごいのは。大賢者ほんま最高すぎる。ジジイも無事だったんすか？ジジイってなんだよ。もう一度眠りたいか。この時点何よりあります。ジジイってなんだよって怖いな。シオン死んでるか、パクられてるか。ほら、前のエピソードから俺も気になってたよ。シオンって死んだのかな。ベニマルはただ一言、ついてきてくださいと言うと、魔物たちの遺体が安置されている広場に向かって歩き出した。マジかよ。シオンが死にましたか。ゴブゾウも死んでんじゃん。おいおいおい、ここでみんなを蘇生するような魔法がなければかなりきついな。それは怒るよね。そりゃ暴走するよね。まあそうなるよね。蘇生魔法とかはもしあれば使いたいところだが、そんなものって存在するかどうかもわからない。この世界ではやっぱり戦争するよね。まずは自分を責めるよね。リムルなら。だから自分のオーラはかなり周りの奴らにきついぞって。そうか、クーマの仮面はクロエに。解析は済んでるか。完了しております。複製しますか。頼む。あの面か。ああ、あげてもまだ面があるってわけだ。どうしてこんなことに。コク、計算不能。どうするのが正解だった。コク、理解。難しい質問やな。こういうのって回答できないねんな、賢者さん。トリプルパンチか。多分違う。多分そういう感じではないと思う。ああ、やっぱり探したいな、蘇生魔法。それを解除したら、クレイマンはまた
伝達できるかもしれないし、よくわかんないけど。いつまでもここでこうしてはいられない。遺体はやがて朽ち、魔素に還元され消えてしまうだろう。おい、壊れたんや。え、涙の。せめて俺の中で安らかに。食べるんかい。蘇生魔法って？おとぎ話が来た。これがその希望か。それが希望か。いや、違う。私のためでもあるよね。寝れてないな。可能性がゼロでないなら十分だ。詳しく聞かせてくれ、エレン。やっちゃいましょう。創生魔法とやら。でも。なるほどね。まあやっちゃえばさ。聞かせてくれ、死者蘇生のおとぎ話を。ん、なんだい？え、おお、自分エルフだったんか。魔導王朝サリオンに伝わるおとぎ話。ある少女とドラゴンの物語。少女とドラゴン。え、どうやって竜と人間がやんの？それはあんまり考えない方がいいか。わお。で、そいつを蘇生するってわけか。怖っ。すると少女は魔王へと開花し、それに伴い古竜は奇跡の復活を果たしたのだ。魔王になったら戻ってくる。ああ、魂がないんか。で、彼女は殺さないといけなかったんだね。それミレムの話かい。おい、この漏出は絶対ミリムじゃん。物語はこれでおしまい。じゃあ蘇生したくないやん。一国を滅ぼし魔王に進化、それに伴い傷のある古竜は復活した。確かに魔物たちは意味不明に進化する。名を与えただけで大騒ぎだった。しかし意志なき魔物になられても意味がない。この町は今結界に覆われているでしょ。だから魂は出れてないんちゃうかっていう話。死者の魂がこの結界によってとどまっているとしたら。おお。絶命した者の魂は本来拡散消滅しますが、二種の結界に阻まれ残存している可能性があります。おお、大賢者。お、有する、演習ですね。要するにパイだって言おうと思った。あんた魔王になれか。バルムース殺されたあかんって話やん。きっと。でもいいのか。俺に魔王になれって言ったのと同じだぞ。それにその、
グリムワールド、待って、グリムワールド似たような名前のおとぎ話持ってるやつらっていたよね。どなたでしたっけ。じゃあお前ら全員エルフかい。へえ。だってミリムの話や。ありがとう。パルムス王国も西方正教会のやり方も許せないもの。お嬢様がそうおっしゃるのなら護衛として異論はありませんよ。もちろんです。いい仲間だ、羨ましいな。お前っていい仲間いっぱいやん。私たちにできることがあったら何でもいい、ね。まあお世辞の羨ましいなっていうことですよね。今度はあっしらが頑張る番でやんすよ。ありがとう。いいねみたいな。お、なんか来る。俺はシオンたちの魂が拡散。第三。さらに3つ目の結界を張った。なるほど。これはどんな結界なんでしょうか。魔王か。個体名リブルテンペストはすでに魔王子を獲得しています。どういうことだ。どうすればいい。ってことは、自殺者を捕食した時点で獲得していました。条件を満たせば真なる魔王へと進化が可能です。おお、何すればいい。おとぎ話から推測するに、死を発芽させるには養分が必要です。あ、だからめっちゃ人を殺すってことか。必要となるのは1万名分以上。じゃあ1万人の上に立つ人があるってわけなんですね。1万人くらい来てるとしましょう。あ、じゃあみんな殺そうかって。やばすぎるだろ。やばすぎるだろ。怖っ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 。ちょっとオーバーロード的な感じになりそうだね。オーノー。いやいやいや、話があるのよ。好きだったわ。実はあんた蘇るんだよ、もしかしたら。初めて惚れた男。今度は悪い女に騙されないようにね。さようなら。説明なしか。説明してもいいやで。ヨウムかわいそう。全然説明されてないし。よし、うまくいったようだな。なんで私生きて。あれ。3秒くらいは死んでたかな。ま、死んでもらうとは言ったが、殺すつもりなんてなかったし。なんなん。おい、個体名ミューランの疑似心臓は正常に作動して、疑似心臓作ってやったんかい。さっき3つ目の結界を張った時に分かったんだが、クレイマンがミューランに仕込んだこのカリソメの心臓は盗聴に使われていたんだ。へえ。暗号化された電気信号を発信させクレイマンの元へ届けられていた。欺くためにミューランは死んだと思わせたかったんだ。怖い思いさせてすまんな。なるほど。つけてあげや。役に立つかもしれんよ。やったじゃねえか、ミュラ。お前を縛るもんはもう何もなくなったってよ。ジオム。リムル様、リムル様。おっと。何言葉を尽くしても感謝を伝えきれません。言い方変わりましたね。忠誠がお望みであれば、私はそれに従います。いや、それはいい。勝手にせえって。
今から1万人ぐらい殺さないといけないんですよ。養分がいるって怖すぎるよね。簡単に11万人ぐらい殺すってわけじゃないでしょうね。ちょっと結婚したいっていう話か。いやおい、100年待ってるかい。あらら、はい。いいんだね。まあ、倒すなれ、ファルムス王国を。やばすぎだろ。おい、これ普通になんかアメリカがやっていくことや。CIA がやることじゃないですか。あの国は王様を倒して自分の好きなやつをさせるとか、そんななんかそれこそマリオネット国じゃないですか。やばすぎやろ。マリオネット王様を作ろうとしてんだ。これも歴史的にはよくあることなんだけどさ、やばいぞ。今回結構面白い方向に行くんじゃないですか。でも人間を殲滅するとか言ってるしね。あいつらを殲滅して王様も殲滅してみたいな、怖っ。あとあの転生者も絶対に敵になるじゃん。てかミリムのあの過去気になるよね。ミリムが魔王になった方法面白いね。いろいろポッポッパラパラポン。Guys、これってさ次回予告であったっけ。見せてちょまげ、見せてくれ。次回すべてをかけて、すべてをかけて、まあ要するのには殲滅して自分の友達を蘇生したいやんか。それA かもしんねんけど、 A かもしれないんですけれども、全てをかけるとまたどんな意味なんだろうなって気になりますよね。命をかける、全てをかける、何か代償必要そうね。皆様ご視聴ありがとうございました。またまた面白いエピソードでした。では、 Until next time, goodbye! おおきに。